アウエルシュテットは、ドイツ中部、チューリンゲン州バイマラーラント郡に属するゲマインでの一つである。日本語文献では、アウエルシュタットと書かれることも多い。古いドイツ語文献には、この街は発音上は同じになる、アワーシュティートと記されていることも多く、これが上記の英語表記の由来となった。街は、チューリンゲン州の東北部、ザクセンアンハルト州との宗教に接し、 バーとズルツァの西隣にある。イエーナから北へ約1 5トルバイマルから北東へ約2 0トルに位置する。この町は1806年10月14日にナポレオン軍とプロイセン軍とが対戦したイエナ・アウエルシタットの戦いでの戦場の一つとなった。その際にプロイセン軍の総司令部が置かれていた建物が保存されている。現在は 博物館となっていて、戦場を再現した巨大なジオラマが展示してある。アウエルシテットは、独立した地方自治体であるが、人口数が少なく財政基盤が弱いため単独では、十分な行政サービスを行えない。そのため、周辺の11の小規模自治体とともに、業務の多くを隣接するバートズル差しに委託している。ありがとうございます。